皆さん、日本語の先生のりクです。今コペンハーゲンにいます。はい、年末ね、まあクリスマスにかけて、まあ12月の話なんですけど、コペンハーゲンに来ています。はい、皆さんこれを聞くのは1月なんですが、今録音しているのはデンマークのコペンハーゲンのホテルの部屋から。 ということで皆さん音質が悪いですいつもとマイクも違います部屋も違いますけど我慢してくださいこんなことがあってもいいと思います旅行中に録音いいですねはいコペンハーゲン2日目ですね、えー、先日までは何日間5日間スウェーデンのマルメという街にいたんですけれども電車で移動してきて今コペンハーゲンデンマークにいますはい、えー、スウェーデンのマルメと デンマークのコペンハーゲンは電車で30分ぐらいかな、はい、あの橋を渡ってね日本でいう瀬戸大橋みたいな橋を渡って移動できるんですよ。うん、面白いですねあの旅行にに来た時に コペンハーゲン空港に着いてですぐに電車に乗ったんですねでコペンハーゲン空港からスウェーデンのマルメに行くときには、まあ、あの途中で電車が止まってパスポートコントロールみたいなのがあったんですよね,ねあのちょっと警察官が来て私のパスポートを見るみたいなねあとコ o v i d のサーティフィケートもチェックされたんですけどコペンハーゲンに戻ってくるときスウェーデンのマルメからコペンハーゲンに戻ってくるときには何もチェックがありませんでした 面白いですね、はい、なんかちょっと私が住んでいる北アイルランドとアイルランドのみたいな感じね橋を越えたらもう違う国みたいな面白い経験ですえただただコペンハーゲンに来る時にコービットのテストを受けなければいけなかったコロナのテストを受けました、はい、スウェーデンのマルメでお金を出して1人1人いくらぐらいだったかなイギリスの パウンドで GBP で40ポンドぐらいですね。ごめんなさい、わからないよねみんな。<laughs> はい、結構高かったですね。で、ネガティブの結果だったからコペンハーゲンに戻ってこれたんですね。これもう一回しなければいけません。あのイギリスに帰る前にもう一回ね、あのテストを受けなければいけないんですけど、まあこれは本当にコロナの時代の旅行ですね。はい、あの皆さん。 スウェーデンもデンマークもとてもいい国ですよ私は大好きですね実はね、5回目の旅行なんですねあのこのマルメとコペンハーゲンも何度も来ているんですなぜならスウェーデンのマルメには私の旦那さんの妹が住んでいるんですね、えー、だからまあ、今まで何度も来たことがあるから今回の旅行も家族に会いに来た観光は一切しておりません はいでもね何度来ても雰囲気がいい私は大好きですねおすすめですでもねやっぱり物価が高いかなはいまあただ私イギリスも結構物価が高いと思っているのでまあレストランとかホテルとかねだから、まあ、そんなにイギリスと変わらないかなという気はしています。 であのコペンハーゲンにはねやっぱり大きな町でおしゃれなおいしいコーヒーが飲めるカフェがたくさんあるんですね今朝もあのホテルで朝ごはんを食べないで、まあ、近所にあるおいしいカフェでおいしいコーヒーを飲んできましたいいですね私はあの本当にコーヒーが好きだしカフェ巡りが好きだからあのはいいいですコペンハーゲン皆さん本当にいい <laughs> ごめんなさいそれしか言えないけど何がいいと言われても困るんだけど。 あのものすごく雰囲気がいいです。私は大好き住んでもいいと思ってるけど、まあす。まないですね。はい、はいはい、はい、えー、そしてね。あのあと何日ですか？今日録音してるのは12月29日だから水曜日ですね。水曜日、木曜日、金曜日で年越しあの大晦日日本語ではね。大晦日をコペンハーゲンで過ごして、1日ゆっくり休んで普通科に。 イギリスに戻る予定ですねだからまだ結構長い今回ね本当に長い冬休みを取りましたあの録音はしてるこうやってポッドキャストを録音して仕事はしているんだけれどもレッスンは全然やってないんです、ね、あのもっと時間があってなんかちょっと来年のことを考えられるかなと思ったけどやっぱり家族と毎日会ったりレストランに行ったりするとそんな時間ほとんどないね。うん、だから今日も 今日録音しなきゃと思って今録音してるけどそれしかしないこの後はまた旦那さんとちょっとブラブラ街歩きをする予定ですねうんまあいいじゃないですかこういう休みは本当に必要ですよね皆さん本当にあの皆さんもゆっくり年末年始休んで、ね、元気になって一月を迎えたことと思うんですよねそしてまあ皆さんがこれを聞くのは一月後半ですよね ね、どうですか1月後半やっぱり早くない早いと思うんですね私は、まあ、帰ったらイギリスに戻ったらやっぱり毎日忙しいですレッスンもたくさんあるしポッドキャストもまたたくさん作るしねあいやまた頑張っていかなきゃいけないねうんそんな感じのまあ毎日になるかなと思っていますだからだからこそ今2週間完全オフオフは大切ですね うん、そう思うんですねえー。さてさて、今日はこの後ちょっと旦那さんとブラブラ歩いてでお昼ご飯はですね。旦那さんの弟が小部屋揚げに住んでいるので、弟のアパートに行って、そこでご飯を食べる予定ですねえー。面白いでしょ。旦那さんは3人兄弟で3人ともまあ、ヨーロッパにいるんですね。スウェーデンとデンマークと。まあ、旦那さんはイギリス。 面白いですでもご両親はペルーにいるんですよね私の家族はみんな日本です私以外みんな日本にいます日本の岡山に住んでるんだけどねうん。さて何を話したいのかよくわからなかったけれどもまあ、旅行はいいよっていう話だけれどもコロナだからものすごいストレスはあります皆さんやっぱり心配でしょ旅行中病気になりたくないしねもし病気になったら帰れないし ストレスはありますいろんな手続きもしなきゃいけないでもねこれからの時代これがというかもうすでにコロナの時代これは普通なんですよねうん。だから私はあのもう今すぐにでも日本に帰りたいと思ってるんだけど両親に会いに行きたいと思ってるんだけどあのこのコロナ禍の旅行ねこのストレス新しいストレスになれなきゃいけないですねで、飛行機の中でもマスクをずっとしなきゃいけないし あただただこれは面白いちょっと皆さんあのスウェーデンで思ったんだけど誰一人マスクしてませんね、まあ、誰一人って言ったらあれだけど99%マスクしてないんですよ本当にでこれはスウェーデンって皆さんご存知だと思うんだけどロックダウンを1回もしなかった国じゃないですかでちょっと特別な国になってしまってるねでこのオミクロンが流行っているにもかかわらずマスクはしてないんですみんな。 でマスクをつけてるのは私だけ面白いですね、うん、で旦那さんは最初してたけど途中で諦めました旦那さんももうマスクを途中からしてなかったスウェーデンではでもちろん電車に乗るときはしなきゃいけないっていうル,ルールがあるんだけど普段ねねレストラン中もしてないし街歩きでも誰一人99%マスクをしてないんですこれはね新鮮な経験でした北アイルランドの私が住んでるベルファストは ままだまだ結構してるんですよね。であのしてない人ももちろんいるんだけどしてる人の方が多いと思います。うん、で日本だと多分99%いや99.9999% 99 99の人がマスクをしているじゃないですか。でソーシャルプレッシャーもあるから絶対しなきゃいけないっていう雰囲気でしょ。でもスウェーデンは違うんですね。はい、で私は最初ちょっとそれにビビったビビったえー、なんでこいつらしてないのみたいな。 大丈夫なのって思ったけど、それが普通なんですよ。本当。だから国によって考え方や文化が違うし、あのマスクをしていないなんでしたないんだって責められない。だってそういう文化だから価値観だから。そういう経験ができたのは面白いなと思ったんです。で、コペンハーゲンに来ました。コペンハーゲンではなんかマスクをしなきゃいけないって聞いたんだけど。 やっぱり大体の人してないでで、すね。本当にで。私は自分の意思でやっぱりイギリスにちゃんと病気をしないで帰りたいからあのマスクをしてるんですけどあのただ私メガネしてるじゃないですか。でメガネしてて帽子かぶってマフラーして寒いとこの室内と外の温度差気温の差がものすごくあるから私のメガネが曇るんですね。<laughs> でどんどん曇っていって前に何も見えなくなるんですよ。 だからマスクって鬱陶しいなって思い始めて周りに人が歩いていない時には私,も私はマスクを外して今歩いています、うん、でもそれでででいいいんすすよねここは、はい、面白いです本当にあのなんものすごい個人主義っていうかあの自分が決めて自分で責任を取るっていうか他の人のことまで考えてないのかなでも本当にそれがこの国のやり方。 だからもしかしたら日本にずっと住んでいて,て住んでいて、ね、もうマスクを必ずしなきゃっていうようなところの人がスウェーデンとかに来ると最初やっぱりちょっと怖いのかもしれないねストレスを感じるのかもしれないと思いましたなんかねいろんな意味でいろんな経験ができて本当に今回来てよかった私は本当ね最初ストレスだったんですこののの、コロナの時代ににに旅行行するものべきかどうか。ど、ま、う、あ、家族に会いに行く から来たんだけどで家族に会いに行くっていう目的があったからもう絶対来たかったんだけどでも本当にストレスだったんですよねただ本当にもうこれは変わらないし多分コロナ今年も2022年も続くじゃないですかだからあの一緒に生きていかなきゃいけないから一緒に生きていく中で旅行もしなきゃいけない、うん、だから経験ができてよかったかな。ちょっと自信ができましたはいあの どういうふうに気をつけるとかどういうふうに情報をチェックするとかあの分かったし自分とのストレスとも向き合ってでそのストレスに打ち勝って旅行を楽しめるようになってるというか、うんうん、だから、まあ、ちょっとした練習です、ねはい、あの大きい例えば日本に行くとか大きな旅行じゃないですか私にとってね。だから、まあ、それの旅行練習 <laughs> 準備 ができたかなって思っていますはいということで皆さんあのコペンハーゲンのホテルからお届けしました本当に音質がいつもと違っていましたがごめんなさいお許しくださいじゃあまたねまたねコペンハーゲンからバイバーイ